内田彩 J カントリー。みなさんこんにちは、内田彩です。今週も始まりました内田彩 J カントリー。この番組は私内田彩が楽しいトークと素敵な音楽を KBS 京都から生放送でお送りする30分でございます。先日は皆さん KBS ホール、そして鴨川納涼祭りですね、2日続けてイベントありましたけれども、たくさんお越しいただきましてありがとうございましたね。暑い2日間でしたけれども、まあ今日もね暑いですね。はい、暑いですけれども、皆さんからねいっぱいメッセージ来ております。お化けの九太郎さん、 KBS ホールのイベント初めて参加しました。初めて来てくださったんですね。いつもラジオでしたので、あやさんを生で見たときは笑顔の似合う素敵な女性だと思いました。あら嬉しい、ありがとうございます。歌も心が癒され、あ嬉しいな。次のイベントあったら直接あやさんとお話をしたいと思っていますと。そうか、物販のとこにいらっしゃらなかった感じですね。じゃあまたぜひ次の時は喋りに来てください。お待ちしておりますので。はい、よくねあのリスナーさんがね来はって、私ラジオネーム何々ですって言ってくれはるんで、めっちゃ嬉しいんでね、またよかったら言ってください。あーあなたがっていう風になるのでね。はい、ヒロさん、 KBS ホール美と健康欲張りフェアお疲れ様でした。公開生放送あり勉強会あり、いろんなお話聞けて楽しめましたと。ライブもあで、なんかファンの方に鴨川まで車で送っていただき、ケーキもいただき、お腹も心も満たされましたと。よかったですね、いろんなつながりに感謝感激ですとね。そうやってなんか皆さん同士がつながっていくのも私もめっちゃ、嬉しいな。鴨川ギャルさん、一日中 KBS で楽しかったですと。いろんな疲れあやちゃんのライブでぶっ飛びましたと。ありがとうございます。カズリンさんはね、鴨川納涼大会あやちゃんに会えて最高でした、サインありがとうと。ありがとうございますかね。もう鴨川納涼も全然日曜日は雨も大丈夫で、まあ、土曜日もね大丈夫でしたけど雨も大丈夫で心地いい風の中、私のライブの時間がねちょうど夕方、木がこうちょっと暮れてくるようないい時間帯で、歌い終わった時にはもう真っ暗っていう、なんかとてもいい時間にね歌わせていただきまして、はい、ありがとうございました。楽しかった、楽しかった。またね、あの新しいライブのお知らせありますので、また番組の最後らへん楽しみにしていてください。さあ、こんな私内田彩とリスナーの皆さんとで番組作っていきたいと思います。生放送でお送りしています。今日のテーマは我が家のお盆、我が家のお盆でございます。もうすぐですね、お盆休み11日が山の日やったっけ、なんかそこらへんからもう皆さん有給とか取ってドドーンとね、長期の休みを取らはる方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、我が家のお盆どんな感じで過ごされますか、教えてください。そして神話クリニックへの頭髪に関する質問もお寄せくださいね。KBS ホールの美と健康のイベントでも恩田先生講演されましたね。ね、またその話をちょっと後ほどしたいと思いますけれども、皆さん神話クリニックの、神話クリニックさんへの頭髪に関する質問、薄毛に関するお悩み、これも一緒に書いてぜひ送ってきてください。匿名でもね大丈夫ですよ。メールアドレスはaya@kbs.kyoto、全部小文字で aya@kbs.kyoto。ファックスは075-431-2300。075-431-2300番です。たくさんのメール、ファックスをお待ちしております。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で3名様にラッキーペニーキーホルダー、持ってるだけでラッキーになると言われております、ラッキーペニーキーホルダー、そして神話クリニックのパンフレットもセットにしてプレゼントいたします。あと神話クリニックさんへのね頭髪に関する質問、こちら採用させていただいた方にはもれなく番組特製ステッカーもプレゼントしておりますので、ぜひ送ってきてください。それではこの後6時まで内田彩とお付き合いください。内田彩 J カントリー、この番組はあなたに笑顔のある未来をお届けします。神話クリニックの提供でお送りします。神話クリニックで変わる、新しい自分は神話クリニックにいる、あの頃の自信を取り戻そう。薄毛などのお悩みは神話クリニック大阪、神話クリニック名古屋へまずはご相談ください。詳しくは神話クリニックで検索。内田彩アルバム、あなたの板町。
アメリカ・ブランソンのミュージシャンたちと作り上げたハートフルなサウンドがあなたの心に響き渡る。内田彩6枚目のアルバム、あなたの板町。詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。J Country。あやのスマイルライフ。あやのスマイルライフ。このコーナーはあなたに笑顔ある未来をお届けします。ご協力いただきますのは神話クリニック大阪です。先日土曜日ね、KBS ホールで開催されました美と健康欲張りフェアに。恩田先生、神話クリニックの院長先生、恩田先生も講師としてステージの方でお話しされましたけれども、たくさんの方がね、もうじっくりはぁはぁみたいな感じで聞いてらっしゃいましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。すごいね、落ち着いても優しい穏やかな先生で、あのお話もね、本当に私も横でずっと聞いてたんですけども、分かりやすかったですし、スライドで、いろんなね、なんでしょう、治療の前と後の写真もいろんなパターンをねやってらっしゃいましたけども、すごいなと。1日で、もちろんね、その生えてきてしっかり生えられてからの映像、あの画像とかだったんですけれども、いやすごいなと、改めていろいろ思いましたね。はい、あと無料の、頭皮、この頭皮チェックコーナーだとか相談コーナーもありまして、たくさんの方がね、相談されたり頭皮チェックに行かれてたんですけれども、またぜひ皆さんいろいろと神話クリニックさんのホームページなんかもね見ていただいて、詳しくじっくり調べていただいて、今日もねいろいろまたちょっとお話ししていきたいと思うんですけれどもね。またこの薄毛っていうのは結構悩んでらっしゃる方が多いんですけれども、やっぱり人に知られたくないっていう方がいらっしゃったり、なかなか悩みをね相談できないっていう方も多いんじゃないかなと思います。神話クリニックではそんなお一人お一人の気持ちを汲み取って、本当に親身になってね、あの解決へと導いてくださいます。恩田先生は薄毛治療のプロフェッショナルです。安心して皆さん相談してくださいね。まだまだ薄毛治療が簡単にできるっていうことをご存じない方が多いかなと思います。治療はなんとほとんどが1日で治療できるんですよね。これもすごいな。神話クリニックは髪の悩みや薄毛などの相談に応じる専門のクリニックです。自分の髪の毛を使った独自の方法で治療を行っていらっしゃいます。毛髪がある部分への自分の髪を使った独自の治療なんですね。後頭部の髪の毛を作る細胞組織を薄くなった部分に引っ越しをするということなんです。非常に細い医療器具を使うので採取したところも目立ちません。病院は完全予約制になっておりまして、患者様同士が出会わないように配慮されていますので、安心して、予約していただけたらと思います。カウンセリングは個室で無料で相談に応じてくださいますよ。もちろんね、治療って言いましても手術の以外でも、お薬の治療とかもありますし、それぞれにあった本当にケアを提案してくださいますのでね、安心してください。神話クリニックさんは自由診療ですので保険診療ではありません。1株が髪の毛約 2.5 本と言われておりまして、1000株2500本で90万円くらいとなっております。さてこのコーナーでは恩田先生にお伺いしたい薄毛の悩みや質問を募集しております。もうね、また先週に引き続きたくさん皆さんから質問をいただいておりますけれども、紹介していきましょう。はい、65歳になりましたが最近頭髪が少なくなったような気がします。特に後頭部眉の周辺が気になります。年齢だから仕方がないという部分はありますが、市販の育毛トニック育毛剤などは効き目があるのでしょうか、というふうな質問がね来ておりますけれども、先生のご回答です。市販の育毛トニックや育毛剤は髪の血行を良くするもの、頭皮に栄養を与えるもの、メントールの効果で清涼感があるものなど多数ありますが、自分の髪がしっかり元通りに生えるかといえば残念ながらそういった薬はまだないようです。薄毛の進行予防なら医学的に効果が実証されている飲み薬がありますので、ぜひご相談ください。やはり自分の髪の毛をしっかりと生やす治療となると、自分の髪の毛を使ったこのね神話クリニックさんでの治療が一番の近道です。手術と聞くとハードルが高い感じを受けるかもしれませんが、今の手術はメスを切ったり縫ったりせず傷跡も残らない日帰り手術ですので、こちらもよろしければご相談いただければ幸いです、ということなのでね、ぜひまずはご相談いただけたらと思います。でもう一つ言っときましょう。質問ですね。この季節にいいかも、シャンプーをするのに適しているシャワーの温度ってありますか、
あ、意外とそういうのって考えたことないかも。回答ですね。頭皮の皮脂腺から分泌される皮脂は35度以下の低い温度では落ちにくいとされています。かといって40度以上の高すぎる温度は頭皮を痛めてしまうだけでなく、皮脂を余分に取りすぎてしまい、体はもっと皮脂を出そうとして皮脂過剰になることもあります。したがってシャンプーに適したシャワー温度は40度よりも少し低いくらい、38度から39度くらいがよろしいかと思いますと。なるほどね。やっぱね、夏場は頭ね、すっきり洗いたいっていうのありますけれども、そっか、それぐらいが一番いいんですね。38度から39度くらい、いや参考になりますね。そっかそっか、なるほどね。まあのこういう感じで皆さんからね、いろいろ質問が来てるんですけれども、匿名希望で全然大丈夫ですので、送っていただいてこのように採用された方には番組特製オリジナルステッカープレゼントいたしますのでね、ぜひ皆さん何でも相談お悩み送ってきてください。恩田先生はね、次回は8月23日にまたスタジオお越しいただきますので、それまででもこのようにね、いろいろ答えてくださっておりますので、はい、お気軽に送ってきてください。内田へのメッセージをいただくときに、薄毛の悩みや質問などを一緒に書いて送ってきてください。恩田先生にねお伺いしていきたいと思います。自分自身の悩みや家族、知人、友人、まあね、まあ、こう周りでちょっとあの人悩んでるんじゃないかなっていう質問をちょっと代弁して書いていただいても全然大丈夫ですので、送ってきてください。最後に神話クリニックさんについて改めてご紹介いたしましょう。神話クリニックさんは大阪、名古屋、東京にあります。大阪院の場所ご紹介しておきますね。神話クリニック大阪は JR 大阪駅から徒歩5分の大阪市北区にあります。地下からも行けますので、雨の日でも、こんな日照りがカンカン照りのもうとっても暑い日でも涼しい感じでね行けますね。診療時間は朝10時から夜の7時まで、年中無休。いいですね、朝10時から夜の7時まで年中無休でやってらっしゃいます。詳しくはインターネットで神話クリニックで検索してみてください。神話の神は親、和は平和の和、クリニックはカタカナで神話クリニックで検索してみてください。そして電話番号も言っておきましょう。こちらね、大阪につながるんですけれども、他府県の方でも大丈夫ですのでね、まずこちらにかけてみてください。フリーダイヤル0120-1212-16 です。もう皆さん本当にお気軽に何でもご相談していただけたらと思いますので、まずはお電話、そしてホームページの方もね、ぜひ検索してみてください。私のブログの方にもリンク先載ってますし、はい、あと先日のこの KBS ホールでのイベントの様子、恩田先生との写真とかも載ってますので、またよかったらご覧になってみてください。よろしくお願いいたします。以上、あやのスマイルライフのコーナーでした。内田や J-Country KBS 京都からお送りしています。ではここで一曲お聴きいただきましょう。琵琶湖さんやトワイライトムーンさんからいろいろリクエストいただいておりますね。聴いてください。内田あやでサンライズ。
私の人生の大きな TBS 京都ラジオから生放送でお送りしています内田彩 J カントリー。お聴きいただいたのは内田彩でサンライズ、ニューアルバムナンバー8に入っておりますこの曲、はい、お送りいたしました。さあ今日のメッセージテーマは我が家のお盆でございます。皆さんどんなお盆を過ごされるのでしょうか。私は、石川県の方のおばあちゃん家に行く予定です。いとこたちとバーベキューしようかななんか思っているんですけれども、皆さんはどんな感じなんでしょうか。ラジオネームハミングミントさん、こんばんは。こんばんは。我が家のお盆は迎え火をして、お盆中は毎朝お供えのお膳をして、16日には送り火に手を合わせます。いや素晴らしい、ザお盆という感じですね、はい。箱根のタクシードライバーさん、神奈川県からラジコプレミアムで聞いてます、ありがとうございます。盆休みはないですね、仕事です。頑張って働きます。ごめんなさい噛みました頑張って働いてくださいね。お盆は確かに皆さんタクシー使う、使うわ。頑張りましょう。稼ぎ時ですね。応援してます、はい。もう一人、お仕事の一寿司職人さん、我が家のお盆はありません。この世界に入ってからは盆正月はずっと仕事です。ラッキーペインキーホルダーありがとうございました。惜しいな、ラッキーペニーですわペインってなんや、ペインラッキーペニーですわよろしくお願いいたしますそこね、そこ、はい。冷やし中華にマヨネーズさん、我が家のお盆は至って和風です。和風、はい。お化けの仮装はいたしません。かぼちゃでなく紙でできた盆提灯を毎晩灯します。お供えはするけど子供たちにはあげません。お墓参りはしますけど墓場でポケモンは探しません。でも鬼太郎に出会ったら嬉しいかも。お盆の期間中ぐらいは静かに暮らしたいものです。そうですね、やめときましょうね。墓場でポケモンは探さんときましょう、はい。この方、台風52号さん、私のお盆は奥さんの父の田舎、石川県の能登半島の先端、珠洲市まで帰省します。あら、一緒ですね、石川県同じ。なんか下道で行かはるんですか。片道12時間以上。あ、これ昨年ですね、経費削減で高速道路を使わずに行かはったみたいで。12時間、まあ能登半島の方やったら、そっか、下道とか通ったらそうなるのか。でも休憩するたびに、コンビニに寄るたびに飲み物や食べ物、お菓子を買ったので、結局高速道路の通行料以上のお金を使ってしまい、全然経費節約になりませんでしたと。ね、そういうことになりますよね結局ね。
他は大阪いちごさん、あ、お盆休みにお墓参りに行って大掃除しますねと。やっぱりね、まあもちろんお墓参りっていうのが大体皆さん多いですね。天野純さんもお墓参りしてと。田舎の熊さんさん、この方は家でお盆のお供え物用意して那須のお馬さんも作っておきます。お盆はお迎え団子をお迎えの夕方にあげます。これね、那須のお馬さんあるんですよね。私もなんか初めて聞きましたけど、結構いらっしゃるみたいですね、各地でね。ジンさんもやっぱりお墓参りですね。徳ちゃんさんは川遊びとバーベキューいいじゃないですか。ひーちゃんさんは今のところ予定ないから涼しいところで昼寝をしたいとそれですね、それ一番かも。はい、一番ですわ。桂野トッシーさんもやっぱお墓参り。街中スキップさんも、この方はあ、お墓は宮津。まあね、皆さんいろいろ各地にね行かはるんですね。ブーニャンさんはお墓の規制渋滞が収まった頃に今年は家族で加賀の山中温泉に行きます。あら、石川県大人気。なんかすごい、皆さんに会ったらどうしようどうしようってねえ、メタボくんさん、以前は広島にお墓があって墓参りに行っていたので、最近こちらにお墓を移してからゆっくり墓参りに行って家でのんびりって感じですねと。あやちゃんどうですか、東京のライブも頑張ってくださいだ。ありがとうございます。28日ですね、8月東京で陣馬高原フェスに出演させていただきますけど、まあ、いろいろ来てますね。はい、引き続きエンディングの方もお付き合いください。内田彩Jカントリー。おーい、神話クリニック、僕の薄毛なんとかしてください。はい、お任せください。薄毛の悩みは神話クリニックにご相談を。お問い合わせ 0120-121216 0120-121216 神話クリニック、大阪名古屋まで。内田彩セブンスアルバムミュージックボックス。心と耳に馴染む歌声とハーモニー、そしてどこか懐かしいメロディーライン、ハートフルなサウンドであなたの心のオルゴールを奏でます。内田彩セブンスアルバムミュージックボックス、詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。内田彩 J カントリー、 KBS 京都からお送りしています。いかがでしたか、内田彩 J カントリー。8月ね、まだまだ私ライブがありまして、新しいお知らせも今から言いますよ、言いますよ。はい、まずはですね、8月の21日日曜日ですね、以前もやらせていただいたことがあります、ユーポス十条吉祥院店さんで、はい、十条吉祥院店さん、ユーポスさんのね、こちらでミニライブさせていただきます。あのね、午後から夏祭り開催されるんですよ。で、そこで私も歌わせていただきまして、だいたい2時半ぐらいかな出演。はい、それぐらいと思っといてください。最寄り駅は近鉄十条とか JR 西王子が近いとこになってますので、遊びに来てください。8月21日日曜日ね。そしてその翌週8月27日土曜日は楽祭夏祭り2016に出演させていただくことになりました。出演時間がね7時半という、もう日が暮れまして割と涼しいんじゃないでしょうかね。7時半から歌わせていただきます。楽祭夏祭りは8月27日土曜日ね。はい、こちらもぜひ遊びに来てください。そしてそのね翌日28日はさっき言いました東京のね陣馬高原フェスというのに出演させていただきます。陣馬高原です、八王子の方ですね。はい、こちらもまあ、関東の方で今聞いていただいている方や、偶然にもその時期関東に行かれる方とかいらっしゃいましたら、ぜひ遊びに来てください。もういろんな出演者の方がいらっしゃいますので、詳しくは私のブログの方にも載っておりますので見ておいてみてください。お願いいたします。さあ、内田彩の CD 欲しい方はですね、ニューアルバムもドドンと並んでおります大垣書店イオンモール京都店の CD コーナー行ってみてください。あと Amazon や iTunes でも販売しておりますので、内田彩、彩ひらがなで検索してみてください。お願いします。さあ、来週のメッセージテーマ言っておきましょう。オリンピック始まりましたね。見てはりますか、見てはりますか。ということで、オリンピック私の見どころ、オリンピック私の見どころ、これが来週のメッセージテーマですので、ぜひ皆さん教えてください、送ってきてください。
メールアドレスはあや@kbs.kyoto、 ファックスは 075-431-2300。 また KBS 京都のホームページにリンクされている番組ホームページのお便り送信フォームからもメッセージを送っていただけます。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で3名様にラッキーペニーキーホルダー、ラッキーペニーでございますよペインじゃないよ、ラッキーペニーキーホルダーと神話クリニックのパンフレットをセットにしてプレゼントいたします。あと神話クリニックさんへの頭髪に関する質問、薄毛のお悩み、こちら送っていただいて質問採用された方には番組オリジナルステッカーもプレゼントしておりますので、匿名でもね大丈夫ですので、ぜひ皆さん送ってきてください。詳しくは私のオフィシャルブログ、青い空ブログ、内田彩でね検索してもらったら出てきますけれども、そちら辺にもホームページにも載ってますので覗いてみてください。今日のラジオの様子もアップしますし、この前の KBS ホールとか鴨川納涼の様子もアップされておりますので、よかったら覗いてみてくださいね。はい、お願いいたします。さあ、まだまだ時間の許す限り読んでいきましょう。我が家のお盆、藤野山さん、小結藤野山さん、毎年我が家と私の母と妻の実家のお墓参りが恒例となっています。やっぱり私たちが今この世に存在しているのはご先祖様や両親のおかげだと感謝しなくてはなりません。その感謝の気持ちを込めてお墓参りをします。あやさん、お墓参りされましたか？うん、しますし、もうこの前ね実はもう行ってきてちょっとお墓のお掃除なんかもしてきたんですけれどもね、本当にねそういった感謝の気持ちは、うん、本当に大切だと思いますね。しっかりお参りしましょう。アシュラさん、この方もねお墓行ってって、コネリ66さん、さっきから大見高校生見てます、すいませんとお負け取ります、頑張れと。あ、そうなんだ、頑張れ、彦根大見高校聞いてますよと。あ、じゃあラジオ聞きながらテレビ見てはるんですねそっか忙しいな忙しいな。まあでも応援ね、応援しましょう。コネリーの嫁さんの方もありがとうございます。涼しいうちにお墓参りしておそうめん湯がいて子供が久しぶりに帰ってきますといいですね。森山塾さんもお盆には実家にお墓参りに行きますと、毎年親戚家族十数に集まりますと。そうなんです、私もね今度その石川行ったらだいたいそれぐらい、もう20人近く集まるんじゃないかな、楽しみなんですけども、彦根城太郎さん、この方は横浜から甥っ子姪っ子が帰省してくるので賑やかですと。15日は朝からお墓参り、お昼は自家製流しそうめん、お昼寝後スイカを食べ、夜はバーベキュー、ミニ花火大会、楽しいな楽しいな。ゲロゲロ Q さん、この方は、我が家のお盆はお墓参り行って、なんか、いろいろ書いてあるけどまた読んでくださいあとは高田那須さん、お、あ、鴨川納涼来てくれはったんですね、ありがとうございます。私の盆は仕事、そうか、頑張ってください。他にもじゃあ、他はお名前だけでも、ラジオネームマリッペさん、そしてこの方カルミンさん、ニャントロさん、ニャントロさん、そしてヤクベさんなどなど、お便りたくさんありがとうございました。また来週夕方5時30分にお会いいたしましょう。いろいろねライブ新しく決まってますので、またブログの方も覗いてみてくださいね。お相手は内田彩でした。バイバーイ。内田彩 J カントリー、この番組はあなたに笑顔のある未来をお届けします。神話クリニックの提供でお送りしました。